か、このメンズの書いてあるね、それと、これと、あと自分の、振り返りのシーです。はい、何人いますか。はい、じゃあこちらを向いてください、ね。今日は何を使うかというと AI ソフト、プログラフビー、プログラフビー、言ってみ、プログラフビー、具体的にプログラフビー、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 いよいよ、そういうソフトを使ってね、やっていきたいと思いますが、でそのやる内容ね、今度試合やるよね。まずはこの学級で4チームで、ね、リーグ戦ではね順位を決めて、そして、ね、朝北ワールドカップだ、ね、来週は2組と、ね、戦います。光と大地の集いでは、ね、見事赤組が勝ちましたが、今度のラグラフビーのワールドカップはどちらが勝つでしょうか、ね、ぜひ、優勝をもぎ取りたいなと思います。でそのための、ね、作戦をこのプログラムを使って、ね、考えていく、ね、で今日2時間ありますが、まあこの時間、まあ、進めるところまで進めて、で5時間目の時に実際に、まあ、本格的に、ね、こちらの方を動いていろいろ分析したりとかね、やってみたいなと思っています。じゃあ、まずね、そうだな、みんな、この画面出してください。いい？大丈夫？それ出しといて、使ってみていいですか。先生の方で、ね、先生の方で撮っちゃうわ、まだ載せるから。はい、今日を後でね、動かしていくんだけども、言ってますか、先生の画面。行きますね。はい、プログラグビーという、まあ、ソフトを、開いていきますが、どうしようかな、ここのルールのところをちょっと実際見てからのは良かったかな、トライでき、できれば攻め手の勝ち、4回タグを取られると守りの勝ちということで、この後みんながプログラムでやるときに赤と青、青と赤チームでね、分かれていて、で自分たちが勝つためのプログラムを考えるってことです。で、その中では、4回タイプを取られるっていう、そういう、取られても、まあ、プログラムは取られるまでは進むようになっています。それから、ね、もちろん攻めてプレイヤーボールより前に行かないようになっています。それから、遠くへパスをする場合、パスの成功率は下がるって書いてあるんだけども、これも後で実際にしますが、これ、時矢さんって、ね、時矢さんこの前のね、前回のね、ね、5番の目のね、時に、パスは実際どうですか、本番と5番のボードゲームの時と比べて、しにくい、本番の方がやりにくい、なんで、うん、そうだね、ボードゲームの時にはパスはいくけども、本番だと、ね、正確にいかないし距離も長かったし心配することもかもしれんじゃんって言ってくれたで、それが、違いがあるということね。それも少し、ここに出ていて、パスする、ね、プログラム上の中でパスするときに、失敗するっていうかボールが届くところもある程度決まっています。でその、それで、考えこうやっていきますが、じゃこれ実際見せた、ごめんね、やってみた方がいいね。じゃあみんな、さっき言ったプログラムをこれ、開いてみてください。青いのがあります。でここに、ね、これちょっと白いけどこれボールです。進む方向がこういう風になってます。これが敵です。で、ね、ここの赤、ここまで行くとトライができるということね。それで、ね、ここのこれ何だと思う、これん、あ、そうですね、さっき言ったね、実際に遠い時は届かないよとか、ね、失敗する可能性があるよと考えて、この人が、投げられる場所がここだから、こっちの人までおそらく届かないから、ね、失敗、届かないかなっていうところです。でも実際に、
プログラム上失敗することも入っています。ここでもうまくいかないと失敗するっていうのがあって、あとでねここの下にねこういうのがあって、ねみんなが考えたものを実際読みますと、どん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 ゲームが繰り返されていって、ね、勝つのが何回、ね、赤い方の勝つのが何回って出てきて、ね、タグが何回取られたかあと何回かとか、あとここのところに一瞬ね、成功とか失敗とかパスが失敗とかって出たりとかします。で、まあ、こういうような、動きになっている、こういうような、ね、形で、なっています。でねここに見るとここで実際にやるときここを変えないと動かないんだけど、ここで、ね、AI 対 AI、ねでとか、ね、いろんなここに設定があります。で、こうでこの設定をいろいろねこう変えていくとプログラムが変わるという形になります。それからねここの解析というところを押すとね、どうなるかっていうと、そうするとここに数字が出てきて、一番この中でこうやって自分がね、何かこう、プログラムを設定したものの、ねこの条件で一番いいところの数字が高いところに、出るわけね。だからこの場合はここ22233444ってなってるから、4の中で一番いいところにパスをする、そういうような形に。なっています。最初この AI ここのところを例えば AI にしてみてください。どうぞ分からなかったら隣の人に協力して、いい、それで、速さはそのままいきます。いい、で今はここに書いてそのままの状態で、ね、どうなってるかっていうとね、ここを見てください。ここ、ね、まず A というところにこうレバーがありますが、ここをこうやって動くんだけど、こうやってると動きます。で数字がね1とか2とかっていう風に変わっていくんだけども、ここがすごく大事で、ね、で今 A は前に行きたい気持ち、ね、だから相手から逃げたい気持ちっていう風になるかもしれません、ね相手前に行きたい気持ちがどれだけあるか、どれだけ強くするか、ね、それから B が守り手からの距離が遠いほど良いという気持ち、だから、まあ、言い方があると相手から逃げたい気持ち、ね、だからこれ実際どみんなさバーってきてどうしようどうしようどうしよう、ね、こう戸惑ってる場面があるからね、そういう時に、ね、後ろに下がったりとか横に逃げたりとかそういうとこね、相手から離れようというとこね、それから C が守り手の距離が遠い人、攻め手に、パスしたいってことなんだけども、守り手の、ね、敵からの距離が遠い人にパスしたいっていうね。で D は、ね、同じようにパスしたいんだけど守り手からの距離が近い、守り手からの敵が来た、それが攻めてきた近いぞって言うから、ことでパスをしたり、近づいてきたら自分パスで出したくなるな、そういうね。で最後ができるだけ近い距離の人にパスしたい、ね、そういうような条件があります。みんなのいろんなその時の一瞬の気持ちをこれ分析したわけね。全ての行動っていうのはみんな一瞬の判断でやるじゃんね。それをこの気持ちで表している、ね、で今じゃあこれ実際にこのままの状態、最初の設定した状態でね、じゃあちょっとみんなさっきやってみたように解析でちょっと押してみてみ、ね、そうするとね出るよね、数字がどこに出すか。でこれじゃあ実際に動かしてみると、で動かし方を見るとこの設定設定って押すと今動きました。これ見てる？ゲームと一緒で1、次はこの、次はこの人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 で、この時にちょっと分かりにくい、一瞬だけでもこうやってやるとね、ちょっとこう出るんだけど、これほとんど数字読み取ることができないぐらいだけど、まあ頭こう計算してるってことね、はい、でこれをね、
ここのところのこの丸を戻すと元に戻ります。いい？で今、この状態で動かすと、ね、どんな動きになるか、みんなが攻めてる時に攻め手として攻めはどんな動きになるか、守りがどんな動きになるか、ね、大事なことはこれ見て、ね、どんな設定になってるかというと、まだ自分で変えないでよ。前に行きたい気持ちが0、ね、あと守り、あと残りが1、ね、この時に一体どんな動きになるかっていうのをそこで書いてみてください。いい？0111の時の図をシミュレーションして、で実際に感じたことを書いてみてください。共通のことは真ん中に書いてください。やること分かりましたか？いい？はい、じゃあ早速始めてください。どうぞ。やり方わかんないし、手挙げるの？どんな動きになるか、レバーを動かさないよ。で間違っちゃったらもう一回さっきの、ね、ここのところを押すと元に戻ります。最初の一番最初の設定でどういう風になっているか、前に行きたい気持ちが0の時、ね、これは練習です。そうなしに立っていいから意見交換してください。どうぞ、はい、チームごとに、はい、どうぞ、はい、スパッと立っていいよ、その場でいいから立ってください。思ってる通り前に行かないよ。おい、全員起立。チーム内でいろんな人とバババって意見交換して、はい、始め、集まってもいいよ。どんどん意見交換しなよ。チームなんでこれやってるかっていうと、ここに出た意見がチームの中でバッと共有できるようにしています。いい？攻め手の方で隅に追い込まれている。もうほぼ、はい。あ、
じゃあ世界を言っちゃうから、うん、ごめんなさい。あれば言っちゃって、一緒に守りの方でわっつって。守ってから逃げてやると前に進めないのと攻めて。うんうんうん、なるほど。はい。はい。はるさん。攻め手は攻めに行かずに逃げていて、うん、守り手はそのボールを持って一人のことでいいんですか。よく気が付いてくる。そう、守り手がね、もう一人に向かってこれ赤が固まってるんですよね。なんか負けているんだけれども、このね、赤が最終的に勝ってもこの赤の動きは赤の動きでなんかちょっと問題ありそうだと思わない？これね、みんな一人を追いかけてるっていうところは、勝敗はね、勝った負けたかもしれないけど、よくこれ気が付いた ね。これは守り方としてちょっと工夫してるかもね。はい、他にどうですか。はい、皆さんお願いします。攻め手の方はなんか前にほとんどなんか攻めに行かずになんか後ろに下がる方で、うん、で守り手の方は、うん、なんかどんどん攻めて角に持つ。ああ、角の、そうね、確かに角を持ってっちゃうね。うん、一人を追いかけてると、もうこの感じだとこういうような形に なっちゃうね。で、これね、よく思い出してください。じゃあなんでこうなったのかっていうところでいくよ。なんでこうなったのかの原因は何？そうだよね、ここなんだよね。ここの設定をどうするか、つまり自分の気持ちを今こういうふうに置き換えたわけだよね。この置き換えた気持ちをプログラムとして、ね、前に行きたい気持ち、だから、はい、例えばだよ、みんなで言うと前に行きたい気持ちっていうか、なんか苦手だからどうしようとか、前の人怖いって気持ちに置き換えれるかもしれませんね。だからそういう気持ちをね、入れ込んでみて、でこれで動かしてみたらこうなったということです。さて、それじゃあ、次のワークシートの方ですが、真ん中のここのところを見てみるかな。はい、あ、一応確認する、ごめんなさいね、ワークシート鉛筆持って、ここのところさっき先生言ったところで復習になっちゃうかな。はい、解析ボタンをクリックすると何が表示されましたか。はい、何が表示された。んそうだね、数字、はい、数字が、ね、表示されました、はい、で、その、まあ、数字っていうかね、数ね、はい、で結局その次 AI は何々のマスの中から次の一手になる動きを決めているって書いてあるけれども、さあ何でしょうか。何で進んでいる、これを数字の何、多い、大きい、そうね、数字の、大きい、大きな数字のマスからねっていうことですね。大きい数字のマスの中から実は選んでこうなってるんだよね。みんなの気持ちを反映、まあ、この場合の気持ちを反映したのを数字に置き換えて動いている。はい、では次の問題のところを見てください。これみんなで言うとこっちかな、これの、からで言うとこれなんだけどね、次のワークシートのところの問題はこれと同じものを書いてありますが、はい、皆さんこの問題ね、今のことに考えると見てよ、211111231、さあどこに向けますか。そうだね、この場合はプログラミングのね、このところ3の方に動くよっていうふうに、まあ、なっています。じゃあその下ですけど、みんな君ならどう動くってね。さて、このこれね、下に書いてあるんだけども、これと同じですね。みんなここを次にどこにパスする、みんなこれ例えば D の3とかさ、 J、A の4とか M のね、いいとか
どうみんな K の4なんでなんで前そうだね、この前やったよね。前に人がいなかったらすごい有利だとね。うん、ここからこっちに行けば前にいないからね、あとこの人がトン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 って行けば勝てそうだね。うん、なかなかみんなのということは、みんなの今頭の中でここでやったようなことをやってるんだね、自分の中でね。うん、今みんなが何気なく考えていたけども、ここはちょっとまずそうだな、前に人がいない、成功率高そうだな、だからここにパスして走ってもらおうっていうのを今頭の中で考えたんですね。そういうのもちょっと前回の勉強と結びついた考え方かなっていうところです。はい、じゃあ、今日はそのあとこのね、続きとして今度はいよいよ実際にここの数字を動かしてみたいなと思います。で、今度はね、こちらの紙出してください。こちらの紙ね。で、今からいよいよ今のは練習です。こうこれは、はい、みんなにはこちらの方が白黒の紙で渡されているんだけども、ちょっと説明を、しますが、まあ、ここはあんまり目があれかな。どうしようかな。まあいいや。まずね、今日この紙の方で考えると、ね、あんまりごちゃごちゃしないね。ここで見てほしいんだけど、まず ABCD、ABCD になっています。で、まず最初にやってほしいのは、この時間の中でね、今日 ここまでできたらいいかなと思ってます。で、5時間目にちょっとこっちの方まで行こうかなと思ってますが、これ見てください。A は何だったっけ？うん、これね、前に行きたい気持ちっていうね、こと。で、これを強くしたのね。そうすると、これ、ここを1個上げるとね、この数字がこういう風に、変わるんだよね。これちょっとみんなのでやってみるかな、丁寧にね。みんなの、これを今こうなってるよね。そのまま解析ボタンを押すとこういうふうになりますが、ここを1にしたとき、これ数字が変わるの分かるかな。このときとここを1にしたとかって、ね、ちょっと自分で、まだ動かさないですよ、ね、ここを1にしたときに、ね、そうするとみんなでやってるとごちゃごちゃしたのかな、こっちでやったのかな、はい、うん、どうしよう、お前やっぱりごめんごめんね、みんなでやると多分行っちゃう人がいるからこっちに行こう。これ実際にここを A 行きたい気持ちを1にして、他のを全部0にするとこういう数字になります。そうするとこのプログラムの場合はこれはどう動くかっていうと、どれが一番数字が高い、 1だよね。だからこのどっかに行きます。でこのどっかっていうのはまた他の条件によって変わってきます。で今度ね、B っていうのが何かっていうと、ね、相手からの距離が遠いほど良いと思う気持ちっていうね。そうするとやっぱりここを1にして残りを0にした時にはここの数字が変わるんです、ね、距離を取りたいから、ね、どこが数字が多いかっていうと後ろ向き、この下下がってるよね。だからこっちに下がるような形になる。で同じようにし、守り手からの距離が遠い人、攻め手にパスをね、遠い人にパスをしたいっていう気持ちが を1にして他を0にした時にはここの、要素がパスしたいものを全部0になって、でパスする、ね、
相手こうこういうふうに、3という数字が出る。であとここの3というのは敵からの、ねまあ、距離だよねにもなっている。遠いほど、得点は高くなる。例えばここにあったら1234だから4が一番、強く投げる可能性が高くなる。ただパスの危険性は失敗の危険性は高くなるねっていうふうに、ね数字をね、ここの数字を変えることによって変わっていくってことね。で今みんなにやってほしいのがこの ABCD を最初はね50011っていうふうに設定したときに今もうここに変えたよね。とにかく、これ例なんだけどとにかくみんなで前に行くパスをしない、ね、守り手に囲まれてボールを取られてしまう。だから結果としては守り手がカチッとなったからこういう反省を、ね、このままじゃいけないから、ね、やっぱりみんなで前に行くのが大事なんじゃないかっていうふうに、間違えてごめんなさい。これ予想ではなく最初に予想を書いてとにかくみんなで前に行く、パスをしない動きをする。でも結果は守り手が囲まれてボールを打たれてしまうというふうに予想の結果を書いてるということね。でね、気をつけてほしいのが今日絶対守ってほしいことがあって約束。このね、D と E は全部いじらないで1にしてほしいわけ。たくさんパターンがありすぎるとごっちゃになっちゃうので大事なね ABC だけを1から5、0から5の間で動かしてどんな結果になるか、ね、つまりどんな気持ちを持ってプログラムして動くのが勝利に近づくかっていうことね、それを、確認していってほしい。では、これもちょっと練習で0、5、1、1に設定したらどうなるかっていうのをちょっと予想を書いてほしいんだけど、いけますか？この要素がわからないと困らないよね。前に進みたい気持ちが、ね、0で、で守り手からの距離が遠いほどいいっていうのが5で、ね、パスはあんまりしたくないってことだな。逆に言うとね0、あとは関係なし。その時にどういう結果になるか、ね、で ここは結果を書いてほしいです。だいたい、そうだな、時間を先生の上で入ってくれるかな。大体30回ぐらいで、30回ぐらいにしようかな。30回のうちどれぐらいに、30回か40回ぐらいにどれぐらいに勝つかっていうことをやってもらおうかなと思います。OK。じゃあ、早速ですが、はい、これを見て、ね、まず一番最初は、前に行きたい気持ちは、ね、0。次は、1、2、3、4、5。次は、0。あとはいじらない。0、5、5、1、0、5、0、1、1。さあどうなるか予想を書いてから動き始める。動かしてみてください。予想を書いてください。はい、ちゃんとしないと動かないからね。で、皆さんもう一つこっそり教えてあげる。実はこの高速の裏にここやると超高速ってなります。
そうするとすげえ速くなります。はい。でこうするとよく分かんなかったら、まあ、ここをちょっとね、まずは高速で、まずは高速で見て、ね、高速がやっぱ一番分かりやすいかな。でもなんか目の動きをこうね滑らかに見たい場合は超高速もありかな。さあどうでしょうか。でかけたら次の0、5を だけで、1個でいいです。じゃあ、時間まで何回中何回かっていうのも書いてるしね、最後に。何回中何回かちょっとしばらく様子を見て気づいたことを書いて、これ書いて、ここを書いて予想を書いてから、2段目も同じように0511になってるけど、あ、3段目か、00511にやってみて、ここ00511、これね、これ同じのが2つ書いてあるもんで00511。時間がある人はこれをやってください。じゃああと2分で終わりにします。00511です。使い方っていうかね、そういうのを、練習して、やってみました。
で、こういうパターンの時にこういうね、ここの数字、ね、数字というよりも自分の気持ちだね。試合の時のあなたたちがどういう気持ちでプレーをすると動きがどう変わるかっていうのを、ね、ずっと練習すると体力使っちゃうね。でも AI を使ってこうやってシミュレーションすれば体力使わないでね、この作戦として良さそうだな、いろんな作戦考えるけどもこの作戦良さそうだなっていうのを実行するにすごく役立つよね。で次の時間にはそれをいろんなパターンで一番いい動きを、考えるということで、で今からは振り返りの方を、ちょっと見てください。今日の、教室のね、4時間目とかね、5対5のゲームで勝てる作戦を考えようの考えるんだけど、今日はどっちかと今このプログラグビーのね、使い方とそれとちょっと下がった時にね、ここがゼロだった時にどういうことが分かったかっていうのを書けると思います。じゃあ振り返りの方を、書いてください。使い方のこと、それから今日設定した場面のことで分かった、ね、ラグビーの、タグラグビーの中心に書いてください。どうぞ。全部動かさせないため、なんかこっちまで来ちゃうと多分ぐちゃぐちゃになっちゃうから、だからここを動かさせてまず考えさせる。作戦チームで作戦考えるときも固定なの。いちいち。これ今の授業は授業でやるときは6時間の中でここまで全部動かすと分かんなくなっちゃうからだと思うんだよね。じゃあだから実際に動かす。じゃあ佐賀さん。実際でいいの？なんていうの？試合の時は当然動くんだけども、攻めて守れて振り返りお願いします。構成の仕方としてまず分かりやすく ABC を動かしてやってみようかと思うんだけど、もうちょっと大きな声言って使わないんだったら、なんかちょっといい話じゃないですか。隠してとかっていう話もあったけども、でも出しとこう、まあ、こういう要素があるんだっていうのは出しとこうっていうのがあった。やってみてこうやってね、ちょっと俯瞰的っていうかね、全体で自分たちがプレイしてることと違うので、 AI でやることによってなんかね、見えてくることがあるかなと思います。じゃあ5時間目、みんながいろいろなパターン考えてやってみるというのもちょっと楽しみです。じゃあ終わります。振り返りはそのまま持っててください。はい。